私なんで生きてるんだろう。せーの、ただろきチャンネル。おだろき、整形アイドルとだろきちゃんです。よろしくお願いいたします。待て、みんなの言いたいことはわかります。ツインって痛い。これね、絶対に言われるんですよ。確かに痛い安い服を買っても言われる。年相応な服を着たらどうですか。年相応な振る舞いをしたらいかがですか。わかる、わかるわ。年相応に生きて、まあでも年相応に生きてたら借金もしてないし YouTube もやってないんで、これが私というわけでね。聞いて、昨日の動画で私ノーパンだったんですよ。男性の視聴者さんを獲得しようと思って、もうサムネをねめっちゃ攻めたものにしたんですよ。よかったら見てください。いったバッキってなった。なのにね、動画伸びない。どうして、私の色気は需要ないんか。まあでもね、それを見て思ったわけですよ。男性の視聴者さん大事だけど、私はあの女の子に囲まれてウハウハしたい。女子同士で恋バナをしてる時間って、実際恋愛している時間よりも楽しかったりするじゃないですか。というわけでね、今日は恋バナをしましょう。うふよだれ出た。まあ別にね、私のぬるい恋バナを聞かせようっていうわけではなくて、私のね、願望を言いますね。彼氏に抱きしめられたい。むしろ彼氏じゃなくてもいい、誰かに抱きしめられたい。というわけで今日は購入品紹介ですどういうこと。いや、この間買い物に行ったんですよ。で、普段は私結構女の子らしい服装が好きで、たまにいろいろ変えたりとかもするんですけど、基本的には可愛い感じのこうパステルカラーみたいな服を着てるんですけど、なんかふと抱きしめられてえなって思って、で、私はね、解決策を編み出した。彼氏はいない、周りに男友達も YouTuber さんしかいない、じゃあどうやって抱きしめられるか、服でしょ。ってことでね、服をね買ってきたんで紹介します。まあ、あれですよ、あの枯れシャツとかね、枯れニットとかすごい流行ったでしょ。なんかああいうダボっとした服装がすごい着たいなって思ったわけなんです。なんか彼氏の着てきちゃったみたいな。今回もすごく価格帯は安めです。あ、ちなみに昨日の動画でまつげパーマしたいなって言ってたと思うんですけど、まつげエクステにしました。ちょっと花粉がね乗ってしんどいんですけどね、まあ、パッチリしましたね。というわけでバンバンバンと紹介していこうと思います。渡辺直美さんのなんか可愛いやつがついてきた。渡辺直美さんってかっこいいよね。なんか自分を持ってるって感じがかっけー。はい、それでは購入品紹介1点目、靴下。これ可愛くない？私多分普段はあんまり買わないような靴下だと思うんですけど、普段はこういうところにこうレースがついてて、なんかこう全体がこうなんかちょっとこういうんじゃないやつをね買うんですよ。これ可愛くない？哺乳瓶。足元でね、おしゃれってね決まるって友達が言ってたんで、やっぱ靴下はね重要かなって思って買いました。これ2足で500円。これウィゴーで買いました。ウィゴー。次、ババーン、キャップ。可愛くない？これここにこうなんかベロベロしたもんがついてて、やばい、なんかもう美容知識がないからマジで何も話せねえ。ちょっと頭の長さもごまかせるんじゃないかなっていう。はい、じゃあ次でもうラストです。これがね、要よ。これはね、何店舗か回りました。もう、靴下も帽子も特にね、抱きしめられる要素ないんで、これが抱きしめられてます。ババーン。これなんていう？なんていう？ MA1 っていう？これ MA1 ってこれのこと？これ MA1？ ブラウニージャパンって書いてある。ちなみにね、このキャップはね、1990円。やっぱ安い。これもうウィゴです。これめっちゃ可愛くない？ちょっと今ね、グレーのね、このパーカー着てるんですけど、この上に着ていきます。そしたら私さ、グレーとさ、男にさ、抱きしめられて最高じゃない？これがね、サイズ感がね、バッチシなんですよ。私ね、背が高いんで、服に着られてるみたいな、おっきめのものが欲しい時ってあるじゃないですか。でもなかなか見つからないんですよ。私ね、結構肩幅も広いし、背もね、高いんで、びっくりした。なかなかないんですけどね、これはね、最高のサイズ感でしたよ。あ、ちょっと待って、ショーパン履いてくるわ。はい、はい。見て、この、丈感。ほら、お尻まで。どうよ、これはもう彼氏から借りてきただろう。やばいでしょ、これ可愛いでしょ。どうやさどうやさ。今彼氏がうちにいて、ちょっと上着なかったんで彼氏の着てきちゃいましたみたいなやつよ。でも私もこれでそういう女を演じることができるっていうわけですよ。まあ自分で買ったんだけど。ちなみにね、これのお値段はトゥニューズっていうところで
6990円プラス税だって。上着が6990円ってめっちゃ安いね。私は今グレーとなんか知らない男に抱きしめられてる。なんか虚しいな。時々なんで生きてるのかわからなくなる。私なんで生きてるんだろう。